今日花火大会は山口県下関市と福岡県北九州下地区の関門海峡の両岸で実施される花火大会。元は下関市の恒例行事だったが1988年よりアジアポートフェスティバルイン関門として関門地区のイベントとして行われている。1985年に下関の町づくり団体、下関21世紀協会が お盆を郷里で迎える人たちのために、下関側での単独イベントとして始めたのが、第1回であり、第4回となる1988年から、港鉄道100年記念事業協賛花火大会という、位置づけで、文字側でも開催。この時に、アジアポートフェスティバルイン関門の名称が与えられ、下関、文字の合同イベントとして開催、今日に至っている。山口。 福岡の県境を越え、また日本で唯一海峡を越えて同一名称で合同開催される花火大会としても知られている。上記の経緯より主催団体が下関文字と別々であり、花火の打ち上げも下関側文字側で別々に行われるが、花火の打ち上げタイミングはほぼ揃えられるなど、一体的に運営されている。統一開会式は、 西暦年の奇数年は、文字側で、摩数年は、下関側で行われ、双方の関係者が集結する。2013年は、JR 文字公駅の全面改修工事に伴う、混雑緩和策として、文字側での打ち上げが終了後も、下関側で5分間程度花火を打ち上げ続けるほか、文字側の会場周辺で、地元出身のシンガーソングライター、 池畑吉則によるステージライブも開いて、帰宅客の分散化を図るとともに、駅に向かうルートの一部をやや遠回りさせるなどして、混雑緩和を図った。また、警備の人数も警察官は、例年より3割、多い約260人、警備員は2割増の約720人に増員させた。二千二十年五月十一日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、 実行委員会はこの年の開催中止を発表した。2021年5月19日、コロナ感染拡大防止のため、実行委員会は2年連続開催中止を発表した。大戦から打ち上げられる花火下関側では2006年以降、毎回大会テーマを設けている。ありがとうございます。